ボンジョールのローマのココです。ボンジョールのピザ在住、フィレンツェで働いているトスカーナです。こんにちは。こんにちは。今、たくさん旅行者がね、フィレンツェに来てますけど、ローマもいっぱい来てますよね。そう、ちょっとね、連休明けで落ち着いたところかな。やっぱ日本人でもちょっとまだ少ないあ、感そうじ。ね。これかコらロナ増えるか前までにな。はまだ戻ってないわね。でもあれね、イタリアはね、2月1日から法律が変わったのがあるんですね。そう、タックスフリーって旅行の人がお土産買ったりするときに、お金が戻ってくるってやつありますけど、あれもね、法律が変わりました。もうさ、私説明してもいいかしら。言って言って。以前は154.94ユーロ。154.94ユーロ以上の場合は、タックスフリーって言って、イタリアに在住してない人、居住してない人は、消費税分が戻ってきますよっていう制度だったんですね。で、それが154.94ユーロから70ユーロを超えた金額っていうおお、ふうに、だいぶ変わりますよね、金額がね。すごいね、半分以下だね。そういうふうに金額が変わったので、なので、以前の154って、まあ155ユーロって覚えてると、154ユーロいってないからタックスフリーできないと思ってたら、今は70ユーロからなので、ちょっとしたお土産買ったらすぐ超えれそうな金額ですよね。そうだよね。今さ、ローマさ、何でも値上がりしてるからさ、すぐ超えそうだよね、70すぐユ超えーロ。そう。そう、もともとイタリアって消費税が22%なんですけど、ね、2024年の、今の時点で。まあ、ただ22%は返ってこなくて、だいたい13%ぐらいが返ってくるかなってい13%、う感じ。で、あと、タックスフリーも、そのタックスフリーを全部のお店がやってる、イタリア中のお店がやってるわけではなくて、タックスフリーができますよって言ってる、登録してるお店はできるっていうふう。だいたいブランド店とかね、あと観光客向けのって、とかはだいたいタックスフリーの登録してたりするので、そういうところに行くといいかも。消費税なんがちょっかとあ返っるよて。ね、レジのところにさ、タックスフリーみたいな、タッなんクかスマーフリークやっついててるまとすこっていうに。マークがついてるので、聞いてみてもいいかもね。タックスフリーやってますかみたいな感じで。でもね、本当イタリアみたいに税金が高い国ってさ、なんかね、なんか変なんか逆の意味だけどさ、メリットだよね。税金が高いから、観光客はさ、帰ってくるお金が多いじゃない？だから、100そうユーロのね。ものを買ったら、12、3ユーロ？12、3%返ってくる。すごいよね。1割以上割引みたいな感じだもんね。なんかブランドとかね、そういうとこだったら特に大きいだろう2000ね。ユーロのバッグを買うとか、そのねイタリア限定品買ってますみたいなところとかえ。だったらいいかもしれない。ねえ、大きいね、ほんと。そう、居住者じゃない人はそこに消費税を払わなくてもいいですよっていう風なシステムにしてあるので、登録してあるお店とかだと、パスポートナンバーとかを書いて、住所とか。で、空港かもしくは、空港のとこにもその提出するところがあるので、そこに出すと、振り込みとか現金とか、ユーロでもらってもいいし、円でもらってもいいし、そんな感じで、返金が来るので、なので、銀行振込にしてもらった方が、お金持って帰って、またすられたら意味ないから帰ってきてもね。なので、銀行振込にしてもいいかなっていう感じではするけど。いや、タックスフリーはあれがいいのよ。クレジットカードがいいのよ。あ、そうなの？クレジットカード口座に返金っていうのがあって、そうするとさ、クレジットカードで買ってると、なんていうの？タイミングが合えば、相殺してくれるのよ。あ、そうなんだ。そうすると、元クレジットカード会社でそうだ働そういだてそうだ、そうだそうだ、本職さんが。おお、なる今変ほど、わってたりしてね、でもね。あ、そうだね、変わってたりするもんね。またでもいや、変わっ昔てはないとさ、思う。そのタックスフリーの、申請するときは商品を確認するとかあったけど、今もう確認されないことの方が多いもんあ、ね。そう。もういいあ、の、だっ商て品観はっ光て。客多いもん。やってそられんないんじゃも、な多分ね、列が進まない、飛行機乗り遅れる、クレーム出るみたいなのあるもんね。あ、ちょっと待って、それってさ、だからフランス人がイタリアで買い物しても帰ってくるってことか。だよね。ユーロの人でも。なるの？わかんない。
質問。私、でも日本の人とイタリアの人しか考えてなかったから、ユーロのやつは考えてなかっいや、た。まあまあ、いいんだけどさ、今そほれはら、ちょっすっとごい置いと観こう。光なんか客EU 圏内多いはかよらくわかんさ、ない。考えたことなかった。でまあ、もふっと思って。そんな手続き誰もしないから、EU 圏内は EU 法だから別なんじゃない？どうなんだろうね。わかんないけど。EU はわかんない。またわかんない話題は振らないからさ。日本、今ふっちょっとと、思っちゃった。今は日本のだっ人て。とイタリアの話にしよう。で、タックスフリーなんですけど、タックスフリー対象なお店って基本その観光客がいっぱい来る店。なので、基本タックスフリーするの、居住者をメインにしてるお店はタックスフリーしてないよね。してないね。うちの、私が勤めてる革メーカーのフランチスコ・リオネッティってあるんだけど、そこも、月によっては日本人の人がいっぱい来てくれたり、アメリカ人の人しか来ない月があったり、EU の人ばっかりが来る月とかがあって、すごい人種が差があるのね。で、うちもタックスリーはしてないの。なぜなら、観光客向けの店じゃないから。で、あと、まあ、日本の人来てくれると嬉しいから、日本の人を呼んでるけれども、私は。でも、あとはうちの場合、革のなめし会社を持っているので、普通は革屋さんから、革買って作って、で、作ってるところに、卸さんとかが買いに来て、問屋さんとか代理店さんとかに販売して、で、お店、ショップさんに売って、一般の人に売るんだけど、もううちめんどくさいから、本業がね、ホテルの内装とか、インテリアとか、静かに商品を売ってる会社だからメインがね。なので、もうお店は、革なめしの自分の会社からお店にドーンって売ってるのよ。革なめしの会社は自社工場、お店ってやってるので、問屋さん分ガボって抜いて販売してるから、ぶっちゃけ、ショップさんの値段から12、3パー引いて、で、タックスリーするより、問屋ごと抜いてる方が払う額は少ないんだよね。なので、そういうふうにやってる地元のお店とかもあったりするから、タックスリーがないからダメだっていうわけではない。ではない。ダメなじゃのないんで、でしダょ。メっていうか、そのやってくれないお店みたいな、いけないお店みたいに書いてある人がいるけど、時々。でもそれは、そのお店は観光客向けじゃないから、そういうふうにしてないっていうだけの話なので、なので、バランスよね。そのお土産そう向けね、でそうやってるね。ようなとこだったら、もちろんタックスリーしてるところも多いっていう。確かにね、なんかタックスフリーってなんかすごいさ、ああいうブランド店っていうイメージが私そうの中ではね。すごいね。やっぱ近所のお店とか誰もしてないしてもんないね。よね。ローカルの人が通るお店、通りとか、ローカルの人がみんな通うようなお店はタクシーはしてないね。逆にね、確かに。でもすごいね、70でタックスフリーしてもらえたら。本当に、ね、70ユーロでタックスフリーで10%とかしてくれるんでしょ？だって、それが、たとえ12、3%だったとしてって、それ、だって、なんか、ものすごい、引いてるよね。ね。しかもほら、今、日本円弱いからさ、あ、そうだね。円安がすごいね、今10ね。ユーロって言ってもかなりの金額だから、本当すごいかも。知らなかった、知らなかった。でも、ね。いろんなお店で買ったやつを合わせて70じゃなくて、1店舗で70だから、そこはね、ちょっと注意しなきゃいけないと思うな。だからやっぱり、ブランド店とかのね、高い、やっぱり、ある程度の値段の。あ、でもそっか、でも70だからそこまで行かなくても、まあできるけど、ただ1店舗で70そう、1店舗で70ユーロ以上っていうふうになるので。あとそれからさ、パスポートとかいるよね。だいからる、さっきも言ってたけどパスポーさ。トナンバー、お店の人がね。書いて手続きしたりするので。なので、ね、持ってかお、大ない。きな、それこそブランド店だと大きなお店だったり、店員さんがいっぱいいたりとかするから、タックスフリーの手続きしてる時間があるけど、うちのお店みたいに一人で全部やりますとかだと、タックスフリーの手続きしてるだけで、で時き間かなかっいちゃようからね、ね。確かにね。なんで、そっ大きかなおそっ店はやっか。てるかなって思う。そうね、そうね。おっきいお店だね、やっぱり、イメージ的に。でもいいね。もし、いや、だから自分が買い物してタックスフリーってあったらね、それ超えて返してもらうとすごいお得な気分で。もうなんか値引きしてもらったって感じがするよね。今この円安時期だと特にありがたいって思うよね。ねえ、ほんとほんと。なんかうまくね、活用してもらったらいいと思います。なので、ちょうど
イタリアは2月の1日からタックスフリーが155ユーロからうん。170ユーロに変わったので、今も月が何分か、過ぎてるので、どこのお店ももう知ってるけど、2月の1日からだったから、2月の中旬ぐらいまですごい有名なお店とかでも、販売員さんとか知らなかったりとかして、150、50ユーロじゃないとできませんって言われて、ダメだって言われたお客さんとかいたのよ。で、お客さん、イうちタのおリア店だに、よね。そう、イタリアあるあるだから、あ万がるあるだ一、よ。そう、夏にお越しになった時に多分言われることはないと思うけど、もし万が一、違うわよ、155ユーロよって言われたら、タックスフリーイタリアってアルファベットで入れると、そういう記事が70ユーロに変わりましたっていう記事が出てくはずなので、出たやつを店員さんに見せてあげてください。そうすると、ああってなって手続きしてくれるので、たまにね、いるもんね、イタリアあるあるいで。る。で、しかもさ、すごい自信満々なのそね。うそうそうそう、強気でね、こっちがなんかあれって。あんた何言ってんのよみたいな感じで強く言われると、そんな自信満々だったら、あれ、私間違っちゃったかなって間思違っうてけるど、よね、思っちゃう間んだ違っよてませね。ん。2月の1日からイタリアは70ユーロからになったので、堂々と な主張してくる。ださい。ほんとほんと。ね。はーい。じゃあ、こんな感じかな。そうね。はい。じゃあ、今回もご視聴ありがとうございました。また、毎週金曜日に、また新しい動画をアップしますので、どうぞ、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい。では、また、次の動画でお会いしましょう。アラプロシマ。アラフロシュア、チャオ。